さあ皆さん、中央大学行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちらで、合計15問あるんですが、まあちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、まあ時間がなくなってしまいますので、最初の5問行ってみたいと思います。皆さん、空小集と下線部説明ですね、言い換えを意識しながら頑張っていただきましょう。では一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず第一段落でございます。昼食皆さん3箇所ついておりますので、まずはそれを意識しながら一読だけお願いいたします。で皆さん、問いの1番ですね、選択肢こちらでございますので検討をお願いします。まず空詞の右側にいきなり ING が来ていますよね。でそれとつながらない選択肢、まず2つ削ります。選択肢の2番の However と4番の Overlook、これは後ろに ING を取る必然性がないですね。でじゃあ皆さん、1番か3番かということですが、まず丸1番ご覧ください。皆さん、接続詞 FEN の右側にいきなり ING 置けましたね。そうです、分子構文の一種で、時を示す接続詞の後ろにいきなり ING、 そうです、そういう場合は皆さん、主語と be 動詞の省略が起こってるんですよね。でなぜその主語が省略されるのか、それは皆さん、空詞の左側にある主語と同一物だからですよね。じゃあ皆さん、これ空詞の左側遡っていっていただきますと、主語見つかりましたね。で皆さん、分かりやすくするために前置プラス名詞は括弧でくくっておきました。そうすると皆さん、 because の右側というのもヒントかと思いますが、 the sort、 これが主語ですね。ですから、もし丸1番が正解だとすると、省略されている主語はこちらで、それで皆さん、正しいのかどうかということですが、皆さん、意味内容上、このあたりヒントになりますね。スクリーンを通して楽しまされる方。そうです。主語はスクリーンを通して楽しまされるわけですから。まあ、もちろんイメージできるかと思いますが、皆さん、フライト。まあ、飛行中ですよね。当然、スクリーンを見るのは人ですよね。ですから、本来、being entertained される方は人。ですが皆さん、今回の主語は the sort ということですから、人ではないですね。よって1番も×となってくると、皆さん、正解は3番っぽいですね。皆さん、 rather than、 前後は反対の関係ですよね。まあ意味内容はうにゃうにゃというよりもむしろで、この空詞の前後が反対の関係になってるかどうか。皆さん、空詞の右側は皆さん、スクリーンを通して、まあ、もちろん映画などを見て楽しんでる様子で、皆さん、空詞の左側は quiet contemplation。まず、コンテンプレーションはじっくりと考えること。まあ、言ってれば瞑想みたいなもんです。で、仮にそれが分かんなかったとしても、皆さん、クワイエットと書いてますから、静かですよね。ですから、空詞の右側はエンターテインですから、どちらかといえば、どう。で、こちらは静かなんですから、せい。つまり、どうとせいで、しっかり反対になってますよね。ですから、反対の関係バッチリでございますので、正解は3番ということで、よろしいかと思います。で皆さん、第2段落でございます。一読していただいた後、こちらというの2番の検討をお願いします。さあ皆さん、まず文末でございますが、 wonder、 これ皆さんですね、 wonder と間違えていませんでしょうか。そうです、 won ですよね。でその皆さん、 won で始まってる wonder は、選択肢の3番4番、不思議に思うという意味ですよね。ですから、綴りを勘違いしている生徒さんがいらっしゃるんじゃないかというところで、皆さん、こういう選択肢を作ったんでしょうね。で、あと皆さん、丸1番か丸2番かということですが、皆さん、これは little time。 皆さん、ここの解釈を間違えなければいけそうですね。そうです、 little にあがついていませんので否定ですから、ほとんど時間がないということですね。ですから、選択肢の1番、ほとんど与えないという否定表現になっておりますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。一読だけお願いいたします。皆さん、第4段落でございます。皆さん、第5段落の一番初っ端に設問ついておりますので、こちら問いの3番ですね。該当箇所こちらになるかと思いますので、一読していただいた後検討をお願いします。すみません、下線部一番左側、this と書いておりますので、直前の内容。つまり、このあたりの内容を指してるはずでございます。で、選択肢の1番、明日の成功。ま、書いていないですよね。で、選択肢の2番は、自分を無にすること。そして選択肢の3番、散歩に出かけるとか、シャワーを浴びるとか、このあたりの記述がなさそうですね。で、一方、選択肢の4番、自分の記憶に関する表現ですが、ここに書いてますよね。そして選択肢4番、後半の知識でございますが、皆さん、こちらに記述がございます。
ですからこれも一発で4番が正解ということでよろしいかと思います。さあさあ、続いての段落でございます。注釈こちら1箇所だけついてますからね。一読していただいた後、こちら空所 A に関する設問検討をお願いします。すみません、これ選択肢眺めると熟語の知識を聞いてるだけですよね。それ、その間ずっとという意味の all the time ですよね。で、その間ずっとのそのは一体何を表しているのか。まあ、もちろんそのということですから、まずこの空所 A よりも上の文章ですね。で、もちろんヒントは空所 A の左側。キングさんは新しい考え。それを思いつくと書いてますね。で、その新しい考えを思いつく。それが直前のこの辺りですよね。最もクリエイティブな瞬間が訪れると。クリエイティブというのは新しい考えを思いつくことでございます。で、そうすると皆さんその間ずっと。それが指すのはここでしょうね。私の脳が休息をしているとき。で、その間ずっと新しい考え。それを思いつくのが期待できますと。意味内容もバッチリでございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、第6段落に入る前にちょっと意識していただきたいところがございます。皆さん、このオレンジのところはクリエイティブという話ですからね。田辺さん、そのクリエイティブなお仕事をしている人でさえ、but、スマートフォンに中毒状態ということですね。まあ、なかなかやめられないという話でございます。で、その内容皆さん、第6段落にちょっとつながりますので、このオレンジと緑の関係性ですね。ちょっとそれを意識しながら次の段落行ってみたいと思います。で、皆さん、第6段落一読していただいた後、こちら問いの5番の検討をお願いします。すみません、先ほどのグラフィックデザイナー、キングさんだけではないと書いてますね。つまり、スマホ中毒は彼女だけではない。で、皆さん読んでいただきますと、アメリカ人は1日に 10.5 時間。もう中毒状態ですね。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さんそのスマホ中毒のところにちょっと線を引っ張ってみました。で、皆さんその後流れ的には科学者たちが研究を行いました。で、皆さんこの緑のところ、例えばスクリーンタイムってのは皆さん、ね、スマホ中毒のことですからね。スマホの画面を見続けてると。で、そうすると皆さんこのオレンジのところ、スクリーンがない状態で一人で座っている。これは皆さんスマホと真逆の話ですね。そして皆さん、either A or B がございますので、皆さんもちろん or の前後反対。ですからこのあたりオレンジということは、or の右側は緑の内容ですね。そして一番最後、たくさんの人たちが選んでしまうと。そうです。こちら彼女だけではないわけですから、意味内容上緑の話ですね。ということです。皆さん、選んだのはこちらでしょうね。ですから、エレクトリックショックと書いておりますので、正解は4番ということでよろしいかと思います。